皆さん、プリベット、こんにちは、ナシチャです。元気ですか？皆さん、ビールが好きですか？私はビールが好きです。もう本当に多分アルコールの中でビールが一番好きかな。次はワインかな。皆さんどうですか？コメントで書いてください。で、そう、私はビールが好きなので、いろんなビールを試すのが好きです。いろんなビールとか、いろんな味とかで、今日は皆さんになんか面白いビールを紹介したいと思いますね。日本で見たことないんですけど、もしかしてあるかもしれないんですね。でもロシアとかベルーシとか、まあ、そういうビールは一般的、まあ普通にあります。で、なんでこのビールが面白いかというと、まあ、今日はこの2つを紹介しますね。普通の味じゃなくて、ハニーの味とチェリーの味です。はい、結構面白いんですよね。私も飲んだことないんですよ。だから皆さんと一緒にちょっと飲んでみたいと思います。美味しいかな。甘そう。まあどうでしょうね。日本でもなんかこういうビールありますかね。なんか超ハイとかじゃなくて、カクテルとかじゃなくて、もう本当にあの普通のビールで、でも味がチェリーとかハニーとか、まあ、フルーツとか、まあ、いろいろありますかね。あればコメントで書いてくださいね。私は見たことないんですけど、私の家の近くのスーパーで売ってなかっただけかもしれないですね。で、見たことないので、ちょっと皆さんにもこれ見せたかったんですよ。で、今回紹介するビルは、ベラルーシのビルですよ。そう、今住んでるベラルーシのビルです。で、メーカーさんはアレワリアというメーカーさんですね。結構国内で人気なメーカーさんです。まあ、いろんなビルがありますね。あの、こういう味付け、まあ、そのフルーツ味のビル以外に普通のビルもありますし、なんか小麦のビルとかもありますし、まあ、いろいろ、本当にいろいろあります。そう、私はアレワリアをよく飲みます。もう本当におすすめです。でも、この2つは初めてです。ベラルーシのビルって多分日本で飲めないと思いますね。まあ、でも皆さん、もしベラルーシに行ったら、ね、機会があれば、あの、飲んでみてください。まあ、これはまだわからないんですけど。飲んだ方がいいか飲まない方がいいか、まあ、でも普通にね、アレワリアとか、あの、おすすめです。じゃあ早速飲んでみたいと思います。で、一番気になるのは、あの、これね、チェリーのビールなんですけど、アルコール度数は 4.6% です。量は 440ml。 はい、で、なんか面白い顔なんですね。あと名前はルービー。で、こういうボトルだとなんか特にあの色とかは見えないので、あの、色はどうなんでしょうね。赤じゃないかな。じゃあちょっと早速開けてみたいと思います。うん、匂いは本当にビールの匂いです。まあ、それはそうでしょうね。ビールだから。まあ、チェリーの匂いはあまりないんですね。味は特殊かもしれないですね。匂いはまあまあ普通のビールです。じゃあ入れます。おーおーおお、ちょっと色が違います。あとね、泡があまり立たないようにこうやって斜めにして入れますね。コツです。はい、泡が多いとあまり好きじゃないので。そう、見てください、皆さん、この色はちょっとピンクっぽくないですか？なんか普通のビルってなんか黄色、もっと黄色じゃないですか。これは見えるのかな。もう本当にピンクっぽいですよ。ピンク、ピンクと黄色が混ざってる感じ。はい、あー、匂いはいいですよ。じゃあ味はどうかな。うん、ああ、面白い。うわ、なんかジュースみたいです。ジュース、アルコールが入ってるジュースって感じ。すごく飲みやすいです。ちょっと甘みがある飲み物とかアルコールとか好きな方にすごく合うと思います。私はね、まあ、どっちかというと普通のビールの方が好きなんですけど、なんか甘いビールとかチューハイとかカクテルとか全然飲まないんですね。基本的にもう普通のビール、まあ、ちょっと酸っぱさがあるビールの方が好きなんですけど、でもこれは結構いいですよ。めちゃくちゃ美味しいです。あまり美味しくないと思ったんですけど、でも面白い。あ、すごく飲みやすい。そう、ちょっとだけ苦さがあって、もう本当にほんの少し苦さがあって、で、その苦さの上になんか甘みが重なっていて、なんだろう、ちょうどいい感じ。苦さと甘みの組み合わせ、もうなんかちょうどいいレベルで、もう本当に飲みやすい。あとね、
とね、このジュースはジュースじゃないねこのビールはそう、ここにチェリーのジュースが入ってます。チェリーのジュースとリンゴのジュースが入っています。まあそれ以外は普通のビールと同じようにバクガとか、あと大麦とか、まあ普通のビールなんですね。で、チェリーのジュースとリンゴのジュースだから、あのこんなね、あの色もちょっと特殊で、あと味もねちょっと特殊です美味しい。うんうんうん、思ったよりいい。はい、じゃあ皆さん次行きましょう。次はハニーですね。ハニーってあの蜂蜜ですね。蜂蜜のビル、蜂蜜のビルはもう本当に初めて見ました。ベラルーシでなんかロシアでもなんかチェリーのビルとか、あとオレンジのビルとかなんかいろいろありますけど、ハニーのビル、蜂蜜の味のビルは初めてです。もうすごく楽しみです。だから最後に飲もうかなって思いました。じゃあ早速始めましょう。じゃあ、あ、お、すごい今ちょっとびっくりしました。蜂蜜の匂いします。蜂蜜の匂いすごい、あの甘い匂いがします。なんか最初あ普通のビールかなって思ったんですけど、すごい蜂蜜の味じゃないあの匂いがします。じゃあ入れてみましょう。あ、こっちの方がアルコール度数が、少ないです。あ、こっちから始めた方が良かったですよ。まあいいやここは 3.8% で、あの量は同じです。 440ml。 なんで500じゃないんでしょうねじゃあ入れます。あ、こっちの方があの色が濃いですよ。見てください、めちゃくちゃ濃いです。もう本当に赤ビールみたいです。こうやってね比較するとどっちはどっちのビールか知らなかったら、もう多分これチェリーでこれは蜂蜜なのかなって思いましたけど、でもすごい逆ですね。チェリーの方が薄くて、ハニーの方が濃いですね、色が。味も濃いかもしれないですね。じゃあ早速飲んでみたいと思います。わあ、匂いは本当に蜂蜜の匂い。ん？ん？あー、なんか面白い。甘、そこまで甘、思ったより甘くないですよ。飲むときに一番最初はなんか普通のビールの味がしますけど、その後はもうちょっとあの奥に行ったら、なんだろう、甘い、なんかちょっとだけ蜂蜜の味が感じます。あと甘みも感じます。なんか後味が強いって感じ。うん、蜂蜜の味はここでなんかメインの味じゃないって感じ。そうだから最後に感じる。うんこのチェリーだともうすぐ感じます。もうすぐに、あ、ちょっと特殊の味だって感じますけど、ここは最後に感じます。そんな感じです。はい。で、なぜかというと、まあ私の予想なんですけど、ここに、あの、蜂蜜が入ってないですよ。ここは香料が入ってます。蜂蜜の香料。だからそんなに味が強くないかもしれないですね。で、ここはもう本当にチェリーのジュースが入ってるので、味がもうちょっと強めなのかなまあ選ぶとしたら、まあ私はチェリーの方がいいかな。私はもうちょっと濃くて強い味の方が好きです。あとね、蜂蜜味のビールは全然苦味がないですね。だからこっちより飲みやすいと思います。そう、まあでも全員あの好みが違いますよね。皆さんはどういうお酒が好きですか？なんか甘くない酒とか、それとも甘い、なんかカクテルとかチューハイとかの方が好きとか、あのどっちでしょう？コメントで書いてくださいはい、今日はここまでです。いかがでしたか動画気に入ったら、まあ、少しでも気に入ったら LIKE とフォロー、高評価とチャンネル登録お願いします。また会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。